インスリン受容体は、インスリンと、インスリン様成長因子によって活性化される、膜貫通タンパク質受け容体で、受容体系チロシンキナーゼのクラスに属する。代謝的観点では、インスリン受容体は人などにおいて、血糖値の向上性の調節という重要な役割を、果たし、機能の悪化によって、糖尿病や癌を含む一連の臨床症状が、もたらされる。インスリンのシグナルは、 多くの細胞において血中にあるグルコースへのアクセスを制御する。インスリンの血中濃度が低下した時、特にインスリン感受性が高い場合には、体細胞は膜を越えて輸送する必要のない脂質にだけアクセスするようになる。このように、インスリンは脂肪の代謝においても主要な調節因子である。生、科学的観点では、インスリン受容体は単一の因子や遺伝子によって高度され、 選択的スプライシングによって IRA または IRB のアイスォームが生じる。これらは翻訳後のタンパク質分解によってアルファとベータのサブユニットへ切断される。これらのアイスォームはホモに両体またはヘテロに両体化し、ジスルフィド結合で連結された約320形ダの膜貫通インスリン受容体が形成される。 インスアイ電子のスプライスバリアントの翻訳によって、2種類の単量体のアイソフォームが形成される。IRA は11番目のエクソンが除去されたものであり、IRB には11番目のエクソンが含まれている。11番目のエクソンが含まれることにより、IRB には風ンによる切断部位の上流に12個のアミノ酸が挿入される。インスリン受容体の色分け図 N 末端側の アルファーサとシーマッタンのベータさえ切断されると12個のアミノ酸はアルファーサのシーマッタンに位置することとなる。この部位は受容体トリガンドの相互作用に影響を与えていると予測されている。各単量体は構造上8つの異なるドメインに組織化される。ロイシンリッチ反復ドメインシステインリッチ領域2つ目のロイシンリッチ反復ドメイン 三つのフィブロネクチン、3型ドメイン、不内部マイナス1、不内部マイナス2、不内部マイナス3、さらに、不内部マイナス2ドメイン内にはアルファ、ベータ風鈴切断部位を含む挿入ドメインがあり、切断によって ID、ID アルファ、ID ベータドメインとなる。ベータ差には、不内部マイナス3ドメインの下流に、膜貫通ヘリックス、細胞内の膜近接領域があり、 その下流には、細胞内のチロシンキナーゼ触媒ドメインが存在し、細胞内のシグナル伝達を担っている。各単量体は、アルファーサとベータサへ切断されるが、受容体のホも、または、ヘテロに両体構造は、各単量体内のアルファーサとベータサ間に形成される一つのジスルフィド結合と、各単量体のアルファーサ間に形成される二つのジスルフィド結合によって、 共有結合的に維持される。細胞外領域全体には4つのリガンド結合部位があり、その立体構造は逆部字型をしている。核単量体は逆部字に平行な軸に関して疑似2回対象であり、核単量体の L2 ドメインと、不内部1ドメインが逆部字の頂上部を形成している。ナノディスク内で再構成された人の インスリン受容体前兆のリガンドによるコンフォーメーション変化。受容体の不活性型コンフォーメーション。インスリンによって活性化された受容体のコンフォーメーション。個々の分子の電子顕微鏡像とその模式図。インスリン受容体の内在性リガンドにはインスリン、インスリン様成長因子が含まれる。IR の細胞外領域へのリガンドの結合によって 受容体内部の構造変化が誘導され、細胞内の β3 の TK ドメイン内の様々なチロシン残機が自己リン酸化される。これらの変化によって、インスリン受容体気質 SH2B、SH APS といった特定のアダプタータンパク質や PTP1 バイトのようなプロテインホスファターゼが呼び寄せられ、血中グルコース濃度の向上性に関与する下流過程が促進される。 受要体上に想定されるインスリン結合部位の模式図厳密に言えば、IR とリガンドの関係は複雑なアロステリック性を示す。これはスキャッチャードプロットによって示され、IR に結合しているリガンドと結合していないリガンドの比は IR に結合しているリガンド濃度の変化に対して線形関係になく IR とリガンドは協調的結合を行う関係にあることが示唆。 されている。さらに、IR とリガンドの返り速度は結合していない、リガンドの添加によって加速され、このことは、負の共同性があることを意味している。すなわち、IR への一つ目のリガンドの結合によって二番目の、活性分への結合が阻害される、というアロステリック阻害が起こることが示されている。IR へのリガンドの結合の正確なメカニズムはまだ、 構造的に明らかにされていないが、システム生物学によるアプローチによって、現在利用可能な IR の細胞外領域の構造に基づいた、生物学的に妥当な条件下での IR、リガンド胴体についての予測がなされている。これらのモデルでは、IR の単量体には2つのインスリン結合表面があるとされる。サイト1は L1 ドメインと αCT から構成される。 クラシカルなインスリン結合表面で、サイト2はイ内部 -1 とイ内部 -2 の接合部に位置し、インスリンの6両体系成面に結合する、ノベルな結合表面である。IR の細胞外領域の各単量体は、共造的相補性を示し、一方の単量体の N 末端側のサイト1は、他方の単量体の C 末端側のサイト2と向かい合い、反対側も同様となる。 現在の文献では2番目の単量体のサイト1とサイト2をサイト3とサイト4またはサイト1とサイト2と命名することでこの相補的な結合表面を区別しているインスリンが特定の位置に結合するとリガンドによる結合表面間の架境によって2つの単量体はより近接する現在の IR インスリン動体の数学的モデリングからは インスリンによる過強によって二つの重要な気結がもたらされる。一つ目は IR へのさらなるリガンドの結合が減少するという上述した IR リガンド間の負の強調性である。二つ目は過強による物理的な運動によって細胞内領域がチロシンのリン酸化が起こるコンフォメーションとなることである。すなわちこれらの出来事が受容体の活性化と 最終的な血中グルコース濃度の向上性の維持に必要とされるのである。インスリン受容体は受容体系チロシンキナーゼでアゴニストの結合に伴い各サブユニットが結合パートナーのチロシン残機をリン酸化する。リン酸元の負荷によってインスリン受容体気質の結合部位が形成され IRS-1 もリン酸化されて活性化される。活性化された IRS-1 は、シグナルの伝達を開始し、π3 キナーゼを結合して活性化を行う。π3 キナーゼは、ホスファチジルイノシトール4、5ビスリン酸からホスファチジルイノシトールマイナス3、4、5トリスリン酸への変換を触媒する。PIP3 は、セカンドメッセンジャーとして機能し、ホスホイノシチド依存性キナーゼ1の活性化を誘導する。このキナーゼは、 よく知られた、プロテインキナーゼ B など、いくつかのキナーゼを活性化する。PKB は、グルコーストランスポーターグラッド4を含む症法を、スネアタンパク質を介して、細胞膜へ輸送させる。これによって、グルコースの細胞内への拡散が促進される。また、PKB は、グリコー原ン,ンターゼを阻害する酵素 GSK-3 をリン酸化して阻害する。 つまり、PKB は、クリコーゲン合成過程を開始させ、最終的には、血中グルコース濃度を減少させる機能を持つ。活性化された IR、IRS-1 は、インスリンによって調節される、遺伝子の転写を促進するための、細胞内のセカンドメッセンジャーとして機能する。まず、g r b にタンパク質の SH2 ドメインが、IRS-1 のリン酸化治療心残に、 結合する。GRB2 は SOS に結合できるようになり、SOS は G タンパク質であるラスに結合している GDP の GTP への交換を触媒する。これによって活性化されたラスはリン酸化カスケードを開始し、最終的に活性化されたマブックは核へ移行して核内の様々な転写因子をリン酸化する。インスリン分子は受容体に結合して、 その作用を果たした後、細胞外環境へ送り返されるか、細胞内で分解される。通常、分解は、インスリンマイナス受容体複合体のエンドサイトーシスを伴い、その後インスリン分解酵素によって分解される。ほとんどのインスリン分子は肝細胞で分解される。典型的なインスリン分子は、 血液循環への最初の放出から約71分で最終的な分解が行われる。代謝における機能に加え、インスリン受容体は、マクルファージ、B 細胞、T 細胞といった免疫細胞でも発現している。T 細胞におけるインスリン受容体の発現は、休止状態では検出されないが、T 細胞受容体の活性化に伴って発現上昇が起こる。 事実、インスリンの外的供給によって、インビトロでの T 細胞の増殖が促進されることが、動物モデルで示されている。インスリン受容体による、シグナル伝達は、急性の感染や炎症時に、T 細胞の潜在的影響力を最大化するために、重要である。インスリン受容体の活性化の主要な役割は、グルコースの取り込みの誘導である。そのため、インスリン期間受精もしくは、 インスリン受容体シグナル伝達の低下によって、細胞はクルコースを取り込むことができなくなり、二型糖尿病がもたらされる。その気結は高血糖と糖尿病に起因するすべての後遺症である。インスリン抵抗性の患者は、黒色表皮腫を発症することがある。インスはイ電子のホモ接合変異によって、ドナヒュー症候群が引き起こされる。この常染色体劣性異常によって、 インスリン受容体は完全に機能を持たなくなる。患者には低位置でしばしば突出した耳、怒り鼻、厚い唇、そして重度の発育地帯が見られる。ほとんどの場合用語は極めて悪く、出生後1年以内に死に至る。同じ遺伝子の他の変異では、より重症度の低いラブソンメンデンホー理症候群が引き起こされ、患者には特徴的な歯の異常、 歯肉の肥大、消化体の増大が見られる。どちらの疾患でも、血中グルコース濃度の大幅な変動が見られ、食事後に、一旦、極めて高値となり、その後以上な低値まで、急速に低下する。インスリン受容体はこれらと、相互作用することが示されている。ただし細胞にグルコースを取り込むトランスポータにも、何種類か存在しており、グラット1やグラット2のように、 インスリンのシグナルとは無関係に細胞外からグルコースを取り込むトランスポータも存在する。逆にグラット4のようにインスリンのシグナルが入ると動き出して高効率でグルコースを取り込むトランスポータも存在する。ありがとうございます。